こんにちは、ベース講師の星野です。今日は初心者のためのウォーキングベースラインの組み立て方について解説していきます。で、こう弾いたらウォーキングベースですよとか、ウォーキングベースはこうでなくてはならないですよっていう定義は明確にはないんですけど、まあ一般的にウォーキングベースと言われているものをまず説明していきます。まずちょっとご覧ください。こんな風に1小節の中に四分音符が4つあって、ロック系みたいにルート弾きばかりでなく結構いろいろな音を使っているのが一般的に言われるウォーキングベースラインの特徴です。ジャズやブルースなどの音楽でよく演奏されますね。で、難しそうとか理論すごい知ってなきゃいけないのかなって思われる方も多いんですけど、コツさえつかめば誰でもウォーキングベースは作れるようになります。サウンドにジャズっぽい感じを取り入れたい方、ジャズをやってみたい方などぜひウォーキングベースに挑戦してみてほしいです。それで今日は簡単なコード進行の上でウォーキングベースラインを組み立てるやり方を解説していきます。今回はこんな感じのコード進行上で、それぞれの小節にこんな風に四分音符を4つずつ配置していきます。まず第1音目と第2音目は各コードのルート音にします。で、で、ジ、ジ、シ、シ、エ、エって感じですね。で、3音目は5度の音、ルートから見てこの位置の音を使います。こうするとで、で、エ、ジ、ジ、で、シ、シ、ジ、エ、エ、イっていう感じの音を使うことができます。ここまではロックとかポップスとかやられているベーシストの方ならなんとなくわかるって方もいるかもしれないんですけど、次の第4音目がポイントです。それで経過音は次のコードのルートに対しての半音上か半音下からのアプローチをしてあげると結構いい感じになるというもので、ジャズ系のベースラインでは結構これ使えるんですね。例えば2小節目のコード G のルート音 G に向かう場合、半音上の A フラットからのアプローチ、もしくは半音下の G フラットからのアプローチ、3小節目のコード C のルート音 C に向かう場合、半音上の D フラットからのアプローチ、もしくは半音下の B からのアプローチがジャズっぽいテイストを出しやすいです。で、今回は運指のしやすさを考え、こんな風に作りました。タブ譜にするとこんな感じです。もう一回いきます。これ実際の音源に合わせてみます。こんな感じですね。ジャズっぽいベースラインっていうとちょっと敷居が高そうな気もするんですけど、ルートと5度経過音だけでもそれっぽい感じはいくらでも作ることができます。ぜひジャズっぽいウォーキングベースラインを弾いてみたいっていう方は今回のアイディアお役立ていただければ嬉しいです。またウォーキングベースライン作成やベースのアドリブ演奏に特化したプライベートのマンツーマンレッスンも行っております。東京だと高田の馬場、遠方の方には全国対応のスカイプレッスンを行っておりますので、ベースライン作成で悩まれている方はご相談ください。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。